国土交通省では毎年8月を道路触れ合い月間として、道路の愛護活動や正しい利用の啓発などを推進しています。活動の一環として行われた令和4年度道路触れ合い月間推進標語を一般募集した結果、全国2,909作品の中から白岡市在住の田中康夫さんの作品が最優秀作品に入選し、 王の埼玉県知事に受賞報告の表敬訪問を行いました。お年寄りから小さなお子様まで、人にあの思いやりの気持ちを持って、あの道路を譲り合う、そんな気持ちで使っていただければというふうに思いました。田中さんの作品が日本中の道路にあふれる日が楽しみですね。